暑さもちょっと引いてですね、最高気温も30度前後、最低気温が22、3度、涼しくなるのはいいんですけれども、天候が安定しない、東京に関してです。そして全国見てみますと、やはり曇りマーク、雨マークが目立ちます。広島は、曇りマーク出ています。にわか雨ありそうですか。